第17回海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊、遠征航空軍霊下の戦闘機部隊。1958年4月1日にディエールル、パリベストル海軍航空基地で編成された。ランディビジオ海軍航空基地に所在し、戦闘機に、ラファール M を運用する。第17回海軍航空隊は、 チャンスボート F4U-7 飛行隊として1958年4月1日にディエールルパリベストル海軍航空基地で新編され撮影、攻撃、爆撃に関する教育訓練を担当した同年8月にチュニジアのカローバ海軍航空基地に一駐、1962年3月までアルジェリア戦争中のフランス領アルジェリアにおける 出場維持作戦に参加し、1962年4月1日に解体された。1964年6月6日に、脱走エタンダーアルフォー m 飛行隊として、ディエールル・パリベストル海軍航空基地で再編成され、フランス領ポリネシアでの各実験支援任務に従事したほか、ジブチ独立に伴うサフィール・アイおよびサフィール2作戦に参加した。 1980年9月5日から、脱走シュペルエタンダールへの機種転換が行われ、1983年に、レバノン内戦でのオリファント作戦、1988年に、イラン・イラン戦争による、シーレーン保護のためオマーンワンに展開しての、プロメテウス作戦、1989年には、レバノン沖に展開して、自国民保護のためのカプセル作戦に、参加。 1991年に勃発した湾岸戦争においても打撃作戦に参加してイラク空爆を実施した。第17回海軍航空隊は1993年8月18日にランディビジオ海軍航空基地に移駐し、1994年から能力向上回収型のシュペルエタンダール M の配備が開始された。また、 1993年から1996年の期間、空母クレマンソーおよびホッシュに搭載されて、ユーゴスラビア紛争での国際連合保護軍に参加し、偵察、地上部隊支援任務に従事した。2001年5月18日の空母、シャルル・ド・ゴール収益後、同艦の艦載機部隊となり、同年9月11日に発生した、アメリカ同時多発テロ事件以降、 普及の自由作戦における、ヘラクレス作戦のため、第11回海軍航空隊及び、第12回海軍航空隊と共に、オマーン湾に展開し、アフガニスタンに対する空爆作戦に従事した。2002年3月2日には、アメリカ合衆国軍主導のアナコンダ作戦に参加し、第17回海軍航空隊のシュペルエタンダール M は、 約 3000km の長距離飛行を実施。途中で空中給油を受け、目標へのレーザー誘導爆弾投下を実施した。第17回海軍航空隊は2006年5月と2007年3月、及び2008年6月6日から10月5日にかけて、再びアフガニスタン戦域に派遣され、カンダハール国際空港に展開した。この間、 244回出撃して119箇所を攻撃、飛行時間は合計930時間に及んだ。2011年にはアルマッタン作戦に参加してリビアへの空爆任務を実施、同年9月19日に第11回海軍航空隊が脱走ラファール M に機種転換したことに伴い同航空隊に配備されていたシュペルメタンダール M が 第17回海軍航空隊に移管され、最後のシュペルエタンダール m 飛行隊となった。2016年7月に、海軍航空隊3番目のラファール飛行隊として、ラファール M へ、機種転換を実施している。第17回海軍航空隊で運用した、シュペルエタンダール m ありがとうございます。